こんにちは。2021年8月19日の佐藤秀一ライブです。もうすぐね、あの広島土砂災害2014からちょうどね7年になろうとしています。2014年の8月20日の未明、安佐南区中心に、安佐南区の東部ですよね、八木とかね、梅林、緑、それから山本地区、今回もやあの被害出ました山本地区、そしてまたあの壁とか、あるいは焦げとかね、安佐北区の、いや喜多方市の一部も含めて大きな被害が出た広島土砂災害から7年になろうとしています。本当にね、心からね、改めまして亡くなられた皆様に哀悼の意を捧げたいと思いますし、あの教訓をね、これからもね、この災害の中でもね、今も大きな災害に、ね、見舞われていますが、その中でもね、生かしていかなければいけんというふうにね、思う次第でね、ございます。まあね、引き続き大雨注意報が出ていますんでね、あのぜひともね、警戒をね、していただければと思います。土砂災害にはね、引き続き警戒をしていただければと思います。ちょっとした雨がね、引き金になるということもあります。このようにね、今は晴れてますけどね、もくもくと入道雲も出ています。こういう雲が原因でね、また夕立程度の雨ということでもまたね、大きな災害につながりかねない場所もね、まだまだありますんで、警戒をしていただければと思います。それから新型コロナウイルスですよね。広島市内だけで203人ということで、まあ、大変なことです、これはね。東京もね、木曜日で最多の5500人超えということになっています。本当にパラリンピックどころじゃありませんよね。パラリンピックにね、子供たちをね、感染させるか、感染というのはコロナの感染じゃありませんよって、見に行かせるかということでね、今話題になっていますけれどもね、まあ本当ね、パラリンピックどころじゃなくて、パラリンピックそのものをね、ここはね、まあ本当延期してね、まあオリンピックやっちゃってるからね、パラリンピックね、中止となると今度ね、障害者差別というね、問題も出てくると思う。だけどまあでも障害者の方、本当に基礎疾患を持っておられる方もね、多いわけでね、万が一のことがあってはいけん、そういうことも考えるとね、パラリンピック中止で選手村をね、やはり臨時の医療施設にしていくっていうことも含めてね、ありとあらゆることをね、どんどんやっていくね、それから自粛要請のためにもしっかりね、給付を行っていく、負担の減免も行っていく、ありとあらゆることをね、まあ、コロナを災害指定することでね、ありとあらゆるね、できる限りのことをね、徹底的にやっていく、ね、戦力の蓄積投入はしないと、こういったことがね、今ね、必要なところではないかなというふうにね、思います。まあ、長期的にはね、いろんな課題出てきますけど、今はね、とにかくね、この災害ね、そしてコロナ、この対応ね、これをね、しっかりとね、これやっていかないとね、本当大変なね、ことになっていくというのも明らかでありますんでね、ぜひともね、危機管理ですからね、ほんとね、徹底的にね、やっていかねばいかんということをね、ぜひともね、お願いしたいというふうにね、思います。それではね、皆さんね、またね、本当ね、夜からね、明日のまたね、午前中ぐらい、朝ぐらいにかけてまたね、強い雨が一時的に降る場所もある、こういう入道雲が出ていますんでね、可能性ありますんでね、警戒をしていただければというふうに思います。それではね、皆さんね、失礼いたします。